にちは、こんばんは。ネコピン TV です。今日はですね、ローソンなんですけども、うちカフェもちもちーず北海道チーズもちーず、あ、ちょっと食べていきたいと思います。こんな感じで、はい、粉がちょっと飛ぶそう、雲飛んでるね。ティッシュを置いて食べた方がいいですね。まあ大丈夫か、手でちょっとね、粉がね飛びそうだな。これは一口でいっちゃいますね。一口でいっちゃいます。手を拭いて、もちもちっとしたあのもちみですね。チーズが中に入ってるって感じの、本当にそのまんまって感じですね。美味しいです。はい、次はですね、同じ、ローソンなんですけど、ローソンなんですけども、うちカフェ生バームクーヘン、生ですからね。はい、ではちょっと食べていきたいと思います。あ、もう長いですよこれ。はい、おお、こんな感じ。これでも割って食べれるよね。じゃあ食べてみたいと思います。まあ確かにあの生バームクーヘンっていうことだけあってですね、中身はしっとりしてますね。はい、まあ味はもうバームクーヘンなんですけども、同じバームクーヘンでもあのパサパサのバームクーヘンありますよね。もう食べたらですね、あの全部水分が取られちゃう、口の中で水分が取られちゃうような、そんなバームクーヘン、これはちょっと違いますね。うん、もうしっとりしてますので、はい、というわけで今日はですね、もちーずですね。ちょっとやぶってしまったけど、はい、もちーず、それとこれですね。これちょっとベロベロ破けちゃったけど、はい、生バウムクーヘンでの紹介でした。またね、バイバイ。あ、いっぱい届きましたね。ネギ、ネギさんです。すごいネギカブですね。カブと、大根ですね。でっかい大根だ。大根いっぱい。大根ですね。あ、大根になんか。ちょっと待って。あ、大根ですね。しょぼくさんから、いただいた、大根、かぶ、赤かぶですね。あとその他にですね、白菜ですね。白菜もいただきました。今これを使ってですね、漬物をつけていきます。
ぴょん。